先生、翔太郎さんです、ね、大丈夫です、翔太郎はもう放ってきます。まさかの翔太郎と早かったですね。もう決勝ですか、多分決勝なんじゃない。ビッグマイクが控えてますね。でロジャーがゴッドファーザーの人かと司令塔のロジャー、戦闘員系ボディーガードマイクみたいな。あれ小玉さん式。おい腕不足でしたっけ。あれちなみに小玉式じゃないです。俺が翔太郎さんに教わったから。あ、名前何でしたっけ。腕返しか。腕返し、腕投げ、腕ひねり。それは違う。おぉ、バックバックバック、オッケー、どうしたどうした、オッケー、よし。こっから来ますね、こっから十分だ。こっからもうじわじわ。翔太郎さん、ショータイムが始まりました。ショータイム。どう行ってたの？コンビニに行って、キットカットを取った。やっぱなんだかんだ言ってキットカットつけないんでしょ。いや、そういうことね。小玉さんが来たな。キットカットって。これはもう時間の問題ですね、これは。ちょっと、レフリーが。おし。あ、今マイケルじゃん。よく見たら。マイケル、これは階級ですか？何で小玉さんに聞いてるのか分かんない。階級です。小玉さんに全てを握る。で、あのブラックの道着着てる彼ですよね。多分そうじゃないですかね。一回り小さいって。なんかちょっと一回りなんてもじゃないでしょ。マイクと同じ体型の人にそうじゃない。でもなんかこの意味ではマイクって2メートルあるんですか。青でしょ。アリスタオフレームぐらい。おロジャーが最近だね。ロケこれぐらい大きいわけだけど20怪物っすね。アレックさんと一緒に飲んでしょ。アレックさん待ってました。あれも言えないです。これ決まるなもん。翔太郎さん、締め、ああ、締めいってる。締めいった。もう全部あれですよ。ちゃんと。優勝。